皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日皆さんにお伝えするテーマは前傾のキープ。前傾が起き上がる人っていうのたくさんいると思うんだけど、その直し方をちょっとお話ししたいと思います。これが分かると、前傾キープの、方法はただ前傾という意識だけじゃないんだっていうことも分かるし、皆さんの、打ち方の根本的な部分、ここを修正していくと誰でも簡単にね、体が起き上がらなくなるなんてことも分かると思うので、ちょっと話を聞いていただけたらなと思います。でまず一番の理由として考えられるのが、前傾が起き上がる人の特徴は左手首のほどきなんですよ。これがほどけちゃう人、ね、これなんですよね。なんでかっていうと、起き上がらないと当たらないっていう状態になっちゃう。なんでっていうと、起き上がる前段階に真実があります。じゃあどういうことかっていうとね、その前の動作見てみてください。やってみます。めっちゃ担ぎ上げちゃってる人、担ぎ上げてこの左手首がこういうふうにもうめちゃめちゃ折れちゃってる人ね、トップでね、トップで左手首が折れちゃうと、もうここからこう伸びるしか方法はないんだということになるわけ。なのでこの左手首の角度っていうのをめちゃめちゃ重要視していくと、体って起き上がらなくなるんですよ。これが原因ってこと、グリップだってことなんだね、はい、これをちょっとお話したいと思うんだけど、まあまず左手のグリップがこうなってる人本当多いんですよ。こういうスタイル、指で握れてないの、ね、ほとんどこの辺り、ほとんど指だけで引っ掛けてる感じだね。こういうイメージですよ。ここの肉厚の部分とこの3本でほとんど、まあ、直角までいかないけど少し斜めなって感じで、こうするとここに角度が生まれますよね。この角度をつけた状態でこの角度のままで打てていれば前傾キープできるんだってこと。これが伸びちゃうとまずい。そのためにまあこの状態のままでバックスイングすればそんなに手首って角度ってつかないから、こうやってここでやめればいいわけですね。でそうするだけでこの左のこの角度を意識して打っていくだけで、これ前傾キープって治ります。ここのまず3本でちゃんと握る、これをまず忘れないでください。こういう状態、こうすると体の起き上がりがなくなりますよって1つ目です。でそうすると結局僕のインパクトのイメージをちょっと見ててください。この角度のままなので、ほらここに角度ついてるでしょ。この角度ついてほら前傾キープできるんですよ。これが伸びるとほら起き上がるでしょ。だから前傾キープができるとここに角度が生まれますよってこと。手元が低くなる、こうするとボールって右行きやすくなっちゃうから、こういう状態押さえてる状態、結局この角度ってことになる。でそうするためにはこう地面のボールを打ってるとどうしてもダフった動きに対して人工芝で滑るんで全部ナイスショットに感じるわけ、こうやってもね。なのでティーアップしてるボールをクリーンに打つ練習するんですよ。この手首が折れてる状態のままでこういう練習してください。打った後に角度がついてるかどうかの練習、これだけで前傾キープのイメージで出てきます。じゃあここが折れてる状態ってことは手元が上がってない、低い状態のままで打ててることになるので、このまんま体を回し切ってください。そうするとナチュラルにこうやって体が起き上がらないでこう打ててきます。こんな使い方になりますね。もう一個ポイント、もう一つのポイントが、この状態でのハーフスイングをした時の、フィニッシュのポジションですね。これ体が起き上がる人のフィニッシュの特徴としてはこうやってここで立つんですよ。
ただ体のこの前傾キープができた人、この角度が補助できる人のフォロースルーのシャフトの位置っていうのはここじゃなくてここになるわけ。体が起き上がらないんでね。体が起き上がる人はここで止まるんで、こういうふうになってしまうから、きっちりとこの起き上がらないようにするためのフォロースルーの位置っていうのをねしっかり覚えていくと、ここになるとこういう形になりますので、そうするとフィニッシュが少し手元が低くてシャフトが立つ形になります。こんな感じ、低くてシャフトが立つ。起き上がる人はこっち、こんなような形になってきますね。こういう練習していただくと、左手首のフォロースルーの時の角度がこのここまでキープできている状態になるね。こういうふうに、これがすごく体が起き上がらない、起き上がっちゃうとこっちでこういうふうな動き、効果効果の違いで起き上がる起き上がらない、起き上がる、起き上がる、こういうね、違いが出てくるということ、これしっかり覚えてくださいということで、まとめ、この親指の角度、これが今日のポイントです。そのために親指をキープした状態でちゃんとハーフスイングをして体を止めない、こういう練習をしてください。そうすると前傾キープしたハーフスイング、前傾したスイングというのが覚えられます。じゃあそこ踏まえてしっかりちょっと打ってみます。ということで、今日は体の起き上がらない前傾姿勢をキープする方法というお話なんですよね。ここの意識っていうのはいろいろレッスンしてて皆さん分かると思うんだけど、ここの意識なかなかイメージしてる人いないと思うんで、グリップ意識してちょっと違う視点で練習してみてください。体が起き上がらなくなるときっちり距離が、確保できるし飛ぶようになると思いますんで、やってみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。あと、毎週1回メールマガジン、テキストベースでね、皆さんにレッスン上達、ゴルフ上達の情報をお伝えしているので、ぜひともそちらの方もチェックしてみてください。初月無料です。登録してみてください。で、今日はこのぐらいで、さようなら。最後までご視聴ありがとうございます。原田ゴルフからお知らせです。原田ゴルフではメールマガジン毎週月曜日発行しております。原田ゴルフから毎週レッスン書が届き、YouTube の動画の復習、そして圧倒的情報量、それは動画よりも文章です。ぜひともですね、メルマガ登録よろしくお願いします。登録はウェブか概要欄で、こっちか、こっちですね、こっちか。登録は初月無料お試し期間です。ぜひとも登録よろしくお願いします。